プリキュア一体どうして？史上最も人気のないシリーズ5選。小さな女の子から大人まで虜にしたプリキュア。そのメッセージ性の高さからつい引き込まれてしまう人も多いことでしょう。現在放送されているデリシャスパーティープリキュアで19作品目ですが、2004年のスタートから15年という長寿番組。そんなプリキュアシリーズにも不人気作品というものがあります。もちろん不人気だといってもダサ作というのではなく、たくさんの人が見ているからこそ好みが分かれるというもの。それでも気になるのが、一体どのシリーズが不人気なのかというところでしょう。そこで今回は不人気だと言われている作品を5つご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。2人はプリキュアスプラッシュスター。1つ目はプリキュアシリーズの3作目の作品です。この作品は2人はプリキュアマックスハートの次の作品です。第1話のタイトルが驚きの再会、2人は何者なの？となっています。もちろんプリキュアなんですが、その変身シーンは訳も分からずにプリキュアにさせられた2人の驚きなども描かれていて、なかなか面白いものです。それなのになぜ不人気なのでしょうか。登場人物も似ているのに、前作と全くつながりのない世界で主人公が変わってしまっているところにあるようです。そのため当時も賛否両論の意見が飛び交っていました。マックスハートを見て喜んでいた少女たちがスプラッシュスターを見て主人公が似ているのに名前が違うと混乱するのも否めないところでしょう。今でこそプリキュアの世代交代は普通に行われていますが、当時はブラックとホワイトのイメージが強すぎたということでしょうか。スプラッシュスターは2006年から2007年に放送されていましたが、当時の女の子たちはおしゃれ魔女ラブ&ベリーに夢中だったこともあり、最高視聴率は 8.8%、 最低視聴率は 4.0% にとどまっています。これはタイミングが悪かったというか、ついてなかったとしか言いようがありません。おしゃれ魔女ラブ&ベリーに持っていかれたスプラッシュスターですが、グッズ販売が順調ならまだ良かったのです。しかし世の中はそんなに甘くないようで、グッズの売り上げは低迷。どのくらい低迷したかというと、他の作品が100億稼いでいるのに対して60億程度だったと言います。6割稼いでいるならいいじゃないかと思うし、60億も売り上げたなら上々じゃないかと思うでしょうが、企業としてはそうはいかなかったようで、なんとスプラッシュスターの打ち切りも検討されていたとの噂もあったシリーズなのです。アニメ界のシビアさが伝わってくる話ですね。さて視聴率の話をしたけど、スプラッシュスターはこれから紹介していくプリキュアシリーズに比べるとまだマシな方だということがわかるでしょう。これ以上にかわいそうなシリーズがあるの？という声が聞こえてきそうですが、あるんですよ。それが魔法使いプリキュア。感動的な最終話で一体なんで不人気なのかと思うようなシリーズですが、グダグダといった低評価を受けているのです。子供だからわからないだろうなんて思っているととんでもない話で、子供たちは意外と冷静に見ているようです。プリキュアに憧れがあり、プリキュアになりたいと思ってもテレビの中のプリキュアに憧れる要素がないとリアリティを感じないそうです。そんなところまで見ているのかと驚きです。子供だからって侮ってはいけません。魔法プリは魔法界となし魔法界を行き来する独自性が歴代異色な作品でしたが、この世界観も今一つらしく、魔法界となし魔法界があることにすら厳しい意見がありました。大人からしたらアニメなんだからありだろうと思うことでも、子供からしたらそうではないようですね。それにプリキュア活動をする上で地球を絡める必要があるから、これは仕方がないのだと言ってもそこを突っ込まれるわけですから手厳しい限りです。歴代シリーズでは世界観や
敵組織を説明してくれる妖精がいましたが、モフルンは宝石について説明をしてくれるのみ。もちろん滅ぼされた妖精界も説明はなし。まあ宝石の説明だけなら宝石店に行けば済むから突っ込まれてもしょうがないのかもしれないけど、なんか悲しいですね。大人目線では主人公たちは自分のことばかりで敵に向かっていないという意見もあるようでした。今までの作品では敵との交流もあり改心した敵もいたりしたのに対し、魔法プリでは敵を無慈悲に倒すので、そのような意見があったようです。反則品の手抜きもありました。プリキュアシリーズに限らず反則品が適当と感じることはよくある話ですが、魔法プリの場合は度が過ぎていたようです。追加選手の武器のエコーワンドも初期メンバー2人のリンクルストーンに対応しているはずなのに全く使わなかったり、定番のビーズでアクセサリーを作れる玩具、3月発売だったのに作中で登場したのは半年後の8月になってからの一度だけだったということもありました。さて、酷評の多い魔法使いプリキュアですが、13作目のシリーズでした。最高視聴率は 5.2%、 最低視聴率は 1.9%、 数字で見るとかなりの低さです。次に紹介するのがスタートゥインクルプリキュアです。宇宙と星座をモチーフにし、地球から宇宙を冒険していくというストーリーです。宇宙なんて壮大だしキラキラしていて女の子は好きなんじゃないかと思うんですけど、そこはやはり先ほどの魔法界と同じで非日常的な内容がいけなかったのでしょうか。しかしスタプリには意欲的な要素がたくさんあります。例えばハーフで肌の色がみんなと違うキャラが登場したり、宇宙人と交流したりします。宇宙人と交流ができたらどんな文化なのかと興味がありますよね。ですが歴代プリキュアの中でも子供たちの好む可愛さというのが不足しているということで、少女たちの憧れるプリキュアではなかったようです。子供たちの憧れはもっと普通で自分たちに近いものなのでしょう。スタプリはちょっとユニークさを前面に押しすぎた感があり、変身前も変身後もあまり可愛くないというのが子供の本音のようです。キャラ描写に対する評価もかなり低いものでした。ストーリーも壊滅的ならキャラ描写も壊滅的という意見がありました。なかなか手厳しいですね。どのキャラが好きかという質問に対して、キャラが好きになれないとかそういう以前にキャラの初期設定さえ表現できていない、描かれないキャラを好きになりようがないとバッサリ切り捨てる意見もあったくらいなのです。もちろんそんな中にもこのキャラが好きだという意見もあることを伝えておきますね。スタッフの考える多様性と SF という題材との取り合わせが最悪だったという声もあります。おにぎりを奇妙な物体扱いする宇宙人に、俺の飯が食えねえってのかと恫喝するシーンですが、恫喝したヒカルとしては決めつけずに食べてみろよという優しい気持ちを表現したかったようです。しかし題材が SF のためにそれが裏目となってしまいます。もしも宇宙人が食べている食べ物が人間にとって有害なものであり、おにぎりが宇宙人にとって有害なものだとしたら、ヒカルのやっていることは大変な過ちになるわけですから、嫌がるものを無理やり食べさせるようなストーリー展開は受け入れられない人がいても仕方のないことです。多様性を取り入れた作品でありながらプリキュアでは受け入れられなかったのは、視聴者の年齢層の問題もあったのかもしれませんね。大人には伝えたいことがわかるのですから。ただ子供には厳しいテーマだったようです。4つ目はハグッとプリキュアです。このシリーズのテーマは子育てで、最終話には大人になった主人公が出産するというシーンがあります。見ている子供たちもこのようにママやパパに愛されて生まれてくることを心待ちにされていたのだと、愛情深い作品として作られたことでしょう。しかし
これまた賛否両論を巻き起こす事態に発展してしまったのです。小さな子供にはまだ早いという意見がありました。親としては純粋培養したい子供です。赤ちゃんはコウノトリが運んでくるのだと思わせておきたいのかもしれませんが、それでも赤ちゃんが生まれてくるのを待ちわびる親の気持ちと生命の誕生の素晴らしさを教えたい気持ちもあります。ハグプリはジェンダーにも切り込んでいる作品ですが、その内容を伝えるためのお話はできていないと評価している人もいます。身を伴わないストーリーのため深みがなく、一つの物語として成立できていないのです。切り口はいいのに内容は分かりやすく伝えるための前後の展開が薄いため、物語として成立されていないことにあります。またストーリー性もテーマ性やメッセージ性を重要視してしまったことが挙げられます。そのためシナリオの完成度が低いとも言われています。内容はともかくとしてメッセージ性は高い作品なのでとても残念ですね。だからこそフェミニストからの反感を買ってしまったとも言えるのですが、テーマとしては素晴らしいがプリキュアとして受け入れられるかどうかは別問題と言えるでしょう。他のシリーズと違って登場するキャラクターにあまり好感が持てないという意見もありました。主人公の野の花はテンプレ的な主人公で、明るく前向きで無邪気で怠惰な性格です。なんだか相反するものが混ざり合った性格ですが、そういうキャラ設定のようで怠け者気質なため受け入れられない人は多かったようです。また特定の思想の押し付けが好きになれないという意見もありました。主人公の花はよく人の応援をするけど異なる意見に耳を傾けないのはどうなの？というものです。大人ならばそれがどういうことかは分かりますが、子供には難しいメッセージです。このメッセージを受け取るには大人が噛み砕いて説明する必要がありますが、なかなかそれも難しいでしょう。結局伝えたいことが伝わらずにもったいないことになるわけですね。ハグプリは伏線回収にも甘さがあると指摘されています。そこも残念なところです。最後に紹介するのがワースト1を飾ったこの作品、ハピネスチャージプリキュアです。ハピプリは世界観などの設定描写が不足しているというコメントがありました。さらに各キャラの掘り下げが弱く、キャラの魅力が伝わりにくい。キャラの魅力が伝わりにくいと感情移入ができませんから、それは致命的と言えます。ストーリーもスカスカだと言われています。ということはキャラ、世界観、ストーリーどれもダメダメで、どこを褒めたらいいのかわからないということなのでしょうか。またハピプリは伏線を詰め込みすぎたのか、雑な回収や未回収の伏線が数多くあります。伏線回収ができていないと、あれは何だったのだろうかとモヤモヤしたものが視聴者側に残り、作品がぼやけてしまうものです。キャラクターのデザインも古臭く、どうしてこのようなデザインにしたのか不思議です。時代を逆行するようなキャラにしたかったのか、これは狙ってのことなのか。しかし見ている側はあまりの古臭いキャラデザのためつまらなく感じたようです。さらに作画もかなり崩壊していたようです。どんなアニメーターの方がデザインしたのか興味があり調べてみました。佐藤正樹さんと太田和弘さんの共同デザインでした。有名なところではドラゴンボールやワンピースのキャラクターも手掛けていらっしゃいました。それなのになぜ共同だからでしょうか。さてワースト1に輝いたこの作品ですが、他の不人気作品同様、ハピプリが放送されていた時にアイカツが流行っていました。そのためよく比較されていたようです。おかげでハピプリの玩具も大量に売れ残っていたそうです。合計の売り上げはスプラッシュスターより高かったのですが、10月から12月のクリスマスシーズンの売り上げがプリキュア史上最低の9億だったそうです。スプラッシュスターでも10億はあったのに、これは痛い。しかもおもちゃ業界では
稼ぎ時のクリスマスシーズンにこの売り上げともなれば肩身の狭いことでしょう。ちなみに他の作品ではイエスプリキュアが28億、ハートキャッチプリキュアが28億、スイートプリキュアが22億でした。最高視聴率 6.2%、 最低視聴率 2.9% ですから、マホプリよりはいい視聴率なのに不人気1位というのは、やはりキャラに魅力がなかったのか、それともストーリーの薄さが問題だったのか、どちらにしても残念な結果となったわけです。いかがでしたでしょうか。子供がメイン視聴者のプリキュアですが、だからこそ甘い世界ではないようですね。これからもどんなプリキュアが展開されるのか楽しみですが、ストーリーとキャラクターは手抜き厳禁でお願いしたいところです。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。またこんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。